こんにちは、ハイジーです。というわけで、私今ですね、年齢が何を隠そう42歳なんですけれども、まあよくみんなから言われるのは、人としての年齢は42かもしれないけれども、顎汚いぞお前はとね、顎汚いから顎年齢に関しては80歳くらいなんじゃないのって言われちゃうんです。なので先日、エンタの神様チャンネルのみんなと一緒にいるときに、スマホのアプリで肌年齢が測定できるものがあるんですね。でそれを使って顎年齢を調べてみたんですよ。その時の映像がありますので、まずはそちらをご覧ください。どうぞやってみます。はい、顎年齢ね、顎年齢、顎年齢測りましょうか。顎年齢測りましょう。顎年齢じゃない、そうですね、42歳、はい、42歳の顎年齢、はい、36歳。顎若かったんだ僕。顎若いね。顎若いですね。やった。水分すごいよ、はい、あれ水分、はい、顎の水分一番多いと。顎の水分めっちゃ多いじゃないですか。そんな感じの結果だったんですけれども、最近ですね、エンタの神様チャンネルのコメント欄でケイスケさんがちょっと最近老けてんじゃないかというのが結構ありまして、それも踏まえてエンタの神様メンバーの肌年齢も普通にチェックして、誰が一番若いのかっていうのも調べてみました。今回は小梅田さんも実は出てくれてます。あの白塗りの状態で参加してもらってまして、衝撃の結果が出ております。でその時の様子はエンタの神様チャンネル土曜の狼で公開中でございますので、ぜひチェックしてみてくださいませ。とりあえずハイジーの顎年齢は若かったということで、ご安心くださいませ。何の安心なの？